金の話ね。なんだっけ、あ、国の借金とか、国民、一人当たりいくら何百万とか、これはないそうです。国の借金がないそうです。国の借金は国の借金はないんですけど、日本政府は借金をしているっていう話でした。はい、日本政府が借金をしているので、日本国民が借金をしているわけではないっていうことでした。はい、でそのジーナ・イザの経済学が、話しましたけど、また新しい経済学っていうか、今の日本とかアメリカとかこの自分の国のお金の例えば日本の日本円、アメリカならアメリカのドル、ヨーロッパとかになるとユーロですけど、そういう国とは別で、日本やアメリカは独自の通貨っていうか、複数の国で使うお金、共同体で使うお金ではなくて、日本の円ですよね。こういう自分の国で発行しているものは財政破綻をしないっていう話でした。あ、ですので財政破綻しないので不景気になるとかっていうのはあまり考えられないそうです。あと消費税を増税するっていうこともあんまありえないっていうか、ただ需要と供給のバランスが崩れる、今はデフレーションで、デフレっていう現象が起きてるみたいなんですけど、この逆なのインフレーション、インフレ、これは物が足りない、物が足りなくて、今は供給するのは物がたくさんあるけど、デフレのその消費税増税が地域とか昭和の時代に昭和なんか消費税は儲けてからなんか日本の経済はなんかひどくなってるみたいです。あ、でそれで消費税を反対するっていう、方々もいらっしゃって、じゃあなんで消費税上げるのかって言ったら、なんだっけ、社会保障とか、なんかいっぱいなんかいろいろあって、消費税上げるみたいね。でも消費税は例えば物を買うときとか消費税ってありますよね、 8%、 これは誰が買っても消費税がついてますので、払うことになります。で平等のように見えますけど、お金持ってる人とあまりお金ない人にとっては消費税が上がると意味が違ってきます。平等じゃない。
済を今の学問の経済は見直した方がいいんじゃないかなって思います。